え、うつ状態で休職中です。あと一歩で復職できそうですが、その一歩が踏み出せません。自分内に過去と向き合ってきたので、カウンセリングは不要かなと思ったり、復職後は時短勤務かのスタートなので、リワークと役割が重なるかなと思っています。それでも復職するぞという気持ちに慣れていないなら、カウンセリングなどを行うべきでしょうか。自己診断ですが、アダルトチュードレン、ケアテイ発達障害の可能性がありますと。 うん、どうでしょうね。だから、復職のタイミングっていうのは、自分で決めるもんではなくて、主治医と話し合って決めるので、だから焦らなくていいと思うんですね。だから、主治医側が、 の判断もあるんで、ままああいいいいんじゃないかなかと思いますねであの復職までのあと一歩っていうところをカウンセリングで補うのかどうかっていうのはちょっと疑問がありますね。だからさっきも言った通りそのカウンセリングって嫌なことを思い出したりとか悲しい過去を思い出すので調子悪くなるんですよ、最初。 それを復職直前にするのかって話ですよね。だから、それをしないと、自分の過去と決別をしないと仕事ができないっていうんであれば、まあね、考え物を考えたりするかもしれないですけれど、一般的ではないなという気がしますね。一般的には、やはり過去を振り返るんではなくて、まず働き始める。で、働いてみて、自分の給料とか仕事とかが安定してから、カウンセリング、 を始める、内省を深める作業をするのかなという気がしますね。過去を振り返らないカウンセリング、いわゆる認知行動療法みたいなカウンセリングで、認知の歪みを直していくっていうんであれば、またちょっと話は違うんですけれども、アダルトチルドリンとかケア低下の話ですよね。つまり過去とか親子関係のことをちょっと内省していくっていう作業であればですね、タイミングは今じゃないと思いますね。もしこの動画を見て良いと思ってくれた方は、グッドボタンをお見せネル登録か、と、シェアの方よろしくお願いします。ではまた。